早速、はい、本日のテーマの方で、はい、中国が北朝鮮に下す重大決定ということで、はいはい、福島さんにお話を伺っていきたいと思います。さっきの北朝鮮の問題とちょっとその重なるんですけれども、はい、そのロシアのスプートニクスっていう通信社があるんですけども、これが6日にロシアの軍事専門家、特にミサイルに詳しい人なんですけども、カシンっていう軍事専門家がいるんですけども、この人がその何を根拠に言ってるかわからないんですけども、北朝鮮が中国の党大会に合わせて日本上空を通って太平洋北部を目標にその ICBM 発射実験を行うんじゃないかという予測を含めた論評をまあ出してて、それが結構話題になっていろんなところで転々されてるんですよね。はいはい、でその論評によれば、そのなんていうの、今まで北朝鮮っていうのはそのトランプの予想を超えて激しいリアクションを行ってきたけれども、その、まあ、危機の先鋭化っていうののピークっていうのが党大会か、あるいは党大会の直後に襲われ、中国共産党党大会というのは10月18日なんですけども、はい、直後に行われる、まあ、一中全会あたりじゃないかなというようなことを、うん、まあ、言ってるんですよね。で今日10月10日、はい、労働、北朝鮮の労働党の検討記念日でしたっけ、はい、だから今日何かあるかもしれないってみんなちょっとは見解してると思うんですけども、うん、他にあるとしたら党大会じゃないかとか、あるいは日本の選挙に合わせてじゃないか、うん、で日本の選挙っていうのはちょうど党大会がまだ開かれてるところなので、それに、まあ、日本をターゲットにしても中国も当然起こる話なんですよね、はい、その頃というのは22日が、ね、投開票ですから。そうですね。で18日が始まって、で11日から7中全会が始まるわけですけれども、うん、で中国では、でそのお尻が党大会がいつ終わるかっていうのがまだ発表になってない、多分7中全会の中でひょっとすると日程が出るかもしれないんですけれども、うん、でまあ、1週間かかるのか10日かかるのかとしても、例えば、25日とか27、8日とか終わったとしても、はい、まあ、そのタイミングでやられても、まあ、非常に中国としては、まあ、嫌なこと、面白くない、はい、要するに中国は今まで非常にその北朝鮮に舐められた態度っていうのがね、受けてるわけです、はい、でこれはやっぱり明らかに金正恩が、北朝鮮の指導者が、わざとやってるんですね。つまりみんな世界中が中国は北朝鮮をコントロールできると思って、でみんな中国に何とかやれというふうに言ってたんだけども、北朝鮮としては北朝鮮は中国にはコントロールできませんよということを世界にちゃんと知らしめたいと、そういうことをするためには党大会で一発ぶちかますと、ことごとく今までもそうでしたね。で例えば今年だと一帯一路っていう、はい、国際会議が5月に広がれたと思うんですけども、その時に合わせてミサイル実験やりましたし、あとブリックス首脳会議というのが9月の頭にやったと思うんですけど、はい、その時に水爆実験やりましたし、うん、こういうのっていうのは事前に中国側がね、いや北朝鮮ちょうどこの時期ね、中国は国際会議でね、まあ、非常にメンツの立たせる時なんで、おとなしくしといてくださいよということをいろんなサインで出してるはず、水面下でも伝えてるはずなのに、あえてそれをひっくり返してきたっていうのがあるんですね。なのでこういう半島情勢っていうのが党大会には非常に大きな、変数になると。でひょっとすると党大会ので最悪の場合重大決定が下されると、その軍事専門家カシン、バシリー・カシンは言うわけですよね、はい、でもちろんじゃあそれどっからの情報、何が根拠ということは明らかにされてないんですけども、まあ、そこそこロシアの軍事専門家ってね、結構その北朝鮮情報詳しいんですよね、内部に通じてたりとか、うん、さっきモロゾフさんもまあ、北朝鮮行ってましたけどね、はい、アントン・モロゾフ、で、まあ、要するに北朝鮮にそれなりにロシアっていうのは、まあ、パイプを持ってて、それなりの分析ができるとしたら、まんざらこう無視していいような、見方ではないんじゃないかなと、うんうん、で、まあ、さっき言ったモロゾフさんが、そのアントン・モロゾフが北朝鮮に行って帰ってきたばかりの、帰ってきた時にメディアにロシアのメディアにインタビューで答えた内容によると、もう非常に北朝鮮っていうのは好戦的なムードで、近い将来長距離ミサイル実験を再び行うだろう、つまり西海岸に届くということを証明するためのミサイル実験を行うんじゃないかみたいなことを言っていて、まだあると、もう一段階あると、はい、それが10月の10日なのか18日なのか、あるいは22日なのかわからないですけども、10月近い将来ですから、10月とか11月とか年内にあるかもしれない、でそうなった時にじゃあどうしましょうかと、
ひょっとすると党大会で今までの北朝鮮に対する姿勢を変えるという重大決定を行うかもしれない、はい、で党大会ってもともと共産党の大会ですから、内政なんですよ。基本的には人事だとか党規約の改正だとか、今後5年間の政策の方向性っていうことについて、話し合われる。で基本は党内の権力闘争なんですけども、はい、ここに来てやっぱりひょっとすると北朝鮮対応っていうものに関しても実は非常に党内で割れてます、っていうのはやっぱり北朝鮮とはずっと仲良く盟友であるべきというふうに考える人たちも当然いますし、はい、いやもういい加減北朝鮮とは切らなきゃ、放棄しなきゃと。だから党大会でどういう文言かは分かりませんけども、北朝鮮放棄論というもの、あるいは北朝鮮を放棄するというような重大決定が下されるかもしれないよというロシアの軍事専門家の意見というのはまんざらありえない話でもないなと。分かんないけれども、そういう意見が今猛烈に出てきて、でそういうものをみんなが転載しているということはちょっと頭に入れとこうかなと、でもう一つはやっぱりこういう流れでその興味深いのが、北京大学の国際関係学の院長の加計国っていう人が言ってて、これ、はい、多分あの朝日新聞が、単独インタビューも撮ってましたし、ちょっとこの人の発言っていうのは注目を浴びてるんですね、でどういうことを言ってるかっていうと、要するに中国はポスト金正恩政権の対応っていうのをちゃんとアメリカとか韓国と協議しなきゃいけないということをこの人は提言してるわけです。でオーストラリアの、ね、東アジアフォーラムとかそういうところで公式の場で発言してて、でしかも朝日新聞だとか外国のメディアもバンバン受けてて、そういう話を非常に最近発信するようになってきた、はい、でこういうのって習近平政権の意向にね染まないことを勝手にバンバン発信できないんですよ、今の学者さんたちっていうのは、だから言ってるっていうのはある種のやっぱり習近平政権にとっての観測気球だったりシグナルだったりする可能性はあるんですね。でどういうことを言ってるかっていうと、はい、予約すると北朝鮮情勢ね、最近アメリカが北朝鮮に対する先制攻撃が可能性が高まってるとまでは言わないけれども、なんか起こる可能性っていうのは高まってますよと、でそうなった時に北朝鮮が暴発する可能性も増大してますよ、はい、もし本当に戦争になったら中国はどうするかっていうのをちゃんと決めなきゃいけませんよねっていうことを言ってるわけです。でちゃんと米国と韓国とその対応プランっていうのを討論しなきゃいけませんよと。で中国は中国として対応プランありますよということを言ってるわけです。これが正式なプランかどうかわからないんですけれども、少なくとも加計国さんが頭にイメージするその対応プランっていうのがあるわけですね。でどういうことかっていうと、例えば、まず北朝鮮の核兵器誰が管理するのと、なんかもんだ、で要するに混乱、戦争が起こって混乱の時に核兵器が軍隊の手に落ちたら大変でしょと、はい、だからすぐに誰かが入って核兵器っていうのの管理っていうのを確立しなきゃいけないでしょ。でそれするのってすごく、まず拡散防止のために非常に重要なんだけれども、結構お金かかりますよね。誰しますかって、ね、維持費もかかるし、だけども中国は米軍が38度線を超えてくるのは絶対嫌だ、だから中国が管理しますよということを実は言ってるんですよね。中国が自分で北朝鮮の核兵器の管理を行うと、はい、でそれに対してアメリカは反対しないと思うと、なぜならお金かかるでしょうと、であと北朝鮮の核兵器なんてもう軍事機密でも何でもないから、はい、そのたとえそれを摂取したとしてもあんまり技術的にメリットはないから、そういう汚れ役っていうのかな、危険で汚れ役っていうのをじゃあ解放軍がやりますよということに対して中国は反対しないんじゃないかっていうことを言ってるんですよね。これがどこまで、アメリカとのそのやり取りでその詰まってるかどうかわからないんですけど、この加計国さんってね結構アメリカで人気のある学者さんで、ひょっとするとそういう専門家と接触してそういう話っていうのがある程度、ついてるかもしれない。でもう一つは難民の問題、はい、これどうしましょうかっていうと、中国はこういう提案をするんじゃないかなと、これは学者の意見としてじゃないかなっていうことを言ってるんだけれども、この人北京大学の有名な学者で国軍だけうまいバンバン言ってるから、ひょっとすると政府内でそういうプランがあるかもしれないんですけれども、北朝鮮中朝国境の、ある一定の場所に、安全区っていうのを設置して難民は全部そこで臨時に保護すると、でそこでそれをすることで、難民流入を防ぐシステムを
しますよと。でもう一つはそのどういうふうにやっぱり勃発した時に誰が北朝鮮の国内秩序を回復するのか、つまり戦争になるとか、はい、あるいは政権が交代が、ね、斬首作戦かもしれないし、とにかく北朝鮮 その政治がぐちゃぐちゃになった時に誰が、国内秩序を回復するのか。で韓国軍なんですか、国連軍なんですか、アメリカを中心とした米軍を中心とした国連の平和維持部隊なんですか、とあるいはその他なんですかと。で中国は米軍による北朝鮮管理というのは絶対反対、はい、反対。これは要するに38度線米軍に38度線を超えてもらっちゃ困るっていうのは、これはまあ動かせない、ね、ですよね。じゃあ誰がするんですかって言ったら、中国じゃない、中国国連だし常任理事国だし、中国が国連常任理事国の、まあ、じゃあ国連の平和、維持部隊の、まあ、中心となって、ひょっとするとまあそこに韓国軍が加わったりとかいろいろあるのかもしれない。日本軍が加わるってことは日本に軍隊ないからできないんだけれども、はい、まあ、ちょっとこう合成チームみたいなのを、まあまあ、日本軍が加わることができないとは言えないかな、で、まあ、平和維持活動なので、はい、っていうのを、まあ、中国主導で、まあ、やると。でそれで国際社会の支援を得て半島に新しい政府を作って、で国連が半島で全民投票を行って朝鮮半島の統一を進める準備っていうのをやっちゃどうですかっていう話をしてるわけですよ。それはつまり中国の自治区に北朝鮮が、まあ、だから中国主導で半島の統一国家ができるという非常に中国に美味しいシナリオを言ってるわけですけども、はい。でそうするとアメリカは中国にね、北朝鮮問題を解決してくれたと、それで半島に統一国家できました、もうサッドミサイルいらじないじゃないですか、在韓米軍もいらないじゃないですか、お帰りいただきましょうっていう話に持っていけたら、半島の半島丸ごと中国って感じになって、それはすごくいいチャンスなんですよね。そうですね。でこんなことを、こんな都合のいいことをアメリカが飲むわけないって、普通は思うんだけども、ね、トランプって今まで何をやってきたかって言ったら、中国に何とかしてくれって頼み続けて、頼み続けて何もしないって言って怒って責めて、じゃあ中国にこういう対案を出してきたらそれを否定できるのかということなんですよね。で、まあ、中国としてはその家計国さんというのはそのアジアの、その東アジアフォーラムでですね、中国としては北朝鮮の危機っていうのは全然望んでないと、だけども何が起こるか分かんないでしょと。でそういう、こう予測不可能な状態で最悪の状況が起これば北京としてもこの選択方法を取る以外ないんだっていうことを言ってるわけです。でこういうその最悪の場合が起きた時の中国の選択肢っていうのは、かなり多分今中国の党内でもちろん反対意見もすごくあると思うんですけども、割れてるけれども結構広まってるかもしれない。でそういうことについてもし話し合われたとしたら、次の党大会で一応大きな変化っていうのは、最高指導部の中にいわゆるその北朝鮮利権と呼ばれる、ね、その北朝鮮と仲のいい人たちっていうのは全部引退しちゃうんですよ。具体的には超特攻とか、リュウンザンとか、超高麗とか、そういう人たちで実際に北朝鮮に行ったりとか、キム・ジョンウン政権とパイプを持ってたりとか、まあ、ある意味そのレアアースとかいろんなことで美味しい思いをしてる人たちなんですけども、そういう人たち反対勢力がこういう北朝鮮とその対立すること、北朝鮮を放棄することに対して、反対する勢力っていうのは少なくとも最高指導部から一気 に抜けてしまうということが、まあ一つ大きいんですよね。でもうこれ家計国さんも言ってるんですけど、中国にとって最大の脅威っていうのはサドミサイルですよね。これを撤退させるっていうことが大きいという考えると、まあ、なんていうのかな、北朝鮮を放棄するデメリットも当然あるんだけれども、でも北朝鮮を放棄することによるメリットの方が大きいんじゃないですかっていうことをこう言ってるわけですね。でこれ同じ意見を言ってることは言ってる研究者というのは結構いてて、例えばパリ国際関係の戦略研究機構のバートレーミー・グールモンっていう人がいるんですけれども、この人が、まあ、FRI フランス国際放送の、まあ、インタビューっていうかにコメントしてるんですけども、北朝鮮を崩壊した時に、中国の経済っていうのは良くなると思うよっていうことを言ってるわけですね。もしっていうのはなぜかっていうと、中国が崩壊してぐちゃぐちゃになりましたと、誰が北朝鮮の立て直しの最前列に来るか、最前線に来るか、中国じゃね、
で北朝鮮というフロンティアを一つ全くもうその経済においてはさら地ですよ、はい、そうあの大きいところをしかも北朝鮮人っていうかあの韓国の半島の人たちって、はい、あの器用で割と真面目な人たちです ですね、はい、だから非常に労働力としても最適なわけで、うん、そこに、まあ、中国資本がドッと入ってそうすると一気にその経済中国の経済停滞を吹き飛ばすような、北朝鮮特徴みたいなのが起きる可能性もあるということを、まあ、そのグルモン研究員は言ってたりとかするんですよね。だからそういう意味ではもう中国にとって北朝鮮有事勃発っていうのはある意味チャンス、半島情勢、半島のパワーバランス、アメリカ半島からアメリカをあの追い出して、チャンスになるっていうことになりかねないんで、日本どうするよと。私は日本も、ね、日本はちゃんと北朝鮮有事が起きた後のプランっていうのを持ってますかっていうことを問いたいですよね。私はまあ持ってると思うんですよ、こうしようああしようみたいな。でそれは多分一国の中でこういうことがあったら、そので誰が北朝鮮 の、ね、あの核兵器管理するとか、あのはっきり言ってね、日本が、私が管理するって言ってもいいと思うんですよ。私は比較、ね、日本は非核国ですから、ね、一番皆さんフェアでね、不正の違いをやってますしみたいな、フェアなあの状況で、国連あの、ね、非常に常任理事国ではないけれどもフェアなあの状況でね管理できますよみたいにアピールの一つもしたらどうだと。そういう時こそ非武装をアピールしたらいいと思いますけどね、うん、日本だからそういう、ね、難民、まあ、難民の問題について、あの麻生さんが何か言ってあって言ってバッシングもされたけど、はい、本当にじゃあ難民どうしますかと。そうなんですよね、そういうプランも当然あるし、核兵器管理どうしますか、有事の時にどうしますか、うん、で全く関わらないっていう選択肢っていうのは、まあ、ちょっとまずいんじゃないか、難しいんじゃない。これはあの戦争であり、戦争というね、まあ、戦争嫌いというのと同時にもうパワーバランスとか利権とかありとあらゆることのガラガラポン、あの、はい、麻雀でいうとこのシーパイみたいなもんですから、うん、指をその加えて外から、なんかやってるなっていう感じで見るんではなくて、やはりあの関わらないと日本にとっての直接の安全保障と、にも関わるということで、はい、ちゃんと中国ではこんなプランの話があのポコポコ出てる中で、日本はどうしたいとかああしたいとかっていう話は出てませんよねって。なるほど。ちなみにね、ロシアはその中国のこのプランに対しては非常にあの反対みたいな感じでですね、もうとにかく北朝鮮は有事は起こさない、もうアメリカとの直接対話をみたいなことを、まあ、一生懸命言ってますよね。だけどもロシアも自分のところで入りたい、だろうと、あの自分の関わりたいと思っているとは思われます。はい、どうもありがとうございます。本当にこうやってね、中国の内部のことを知ると、はい、日本はもうちょっとその実際に起きた時のプランが一体何パターン用意されてるのか、それとも1パターンも用意されてないのかとか、いや本当に どうするの考えちゃいますね。具体的に、いや、やるかもしれない、うん、やったらどうするのと、やる確率は決して高くはないかもしれないけど、うん、あったらどうするのっていうことに対して具体的なあの話っていうのを、あの、まあ、それは私たち下々が知る必要はないかもしれないけど、ちゃんとやってるのかな、外交やってるのかなっていうのは気になります。はい、はい、というわけで、はい、福島さんの中国が北朝鮮に下す重大決定ということで伺っていきました。10月18日なんですけども、はい、直後に行われる、まあ、一中全会あたりじゃないかなというようなことを、うん、まあ、言ってるんですよね。で、今日10月10日、はい、労働、北朝鮮の労働党の検討記念日でしたっけ、はい、だから今日何かあるかもしれないってみんなちょっとは見解してると思うんですけども、うん、他にあるとしたら党大会じゃないかとか、あるいは日本の選挙に合わせてじゃないか、うん、で日本の選挙っていうのは、ちょうど党大会がまだ開かれてるところなので、それに、まあ、日本をターゲットにしても中国も当然起こる話なんですよね、はい、その頃というのは22日が、ね、投開票ですから。そうですね。で、18日が始まって、で11日から7中全会が始まるわけですけれども、うん、で中国ではで、そのお尻が党大会がいつ終わるかっていうのがまだ発表になってない。多分7中全会の中でひょっとすると日程が出るかもしれないんですけれども、うん、で、まあ、1週間かかるのか10日かかるのかとしても、
例えば、25日とか27、8日とか終わったとしても、はい、まあ、そのタイミングでやられても、まあ、非常に中国としては、まあ、嫌なこと、面白くない、はい、要するに中国は今まで非常にその北朝鮮に舐められた態度っていうのがね、受けてるわけです、はい、でこれはやっぱり明らかに金正恩が、の北朝鮮の指導者が、わざとやってるんですね。つまりみんな世界中が中国は北朝鮮をコントロールできると思ってでみんな中国に何とかやれというふうに言ってたんだけども、北朝鮮としては北朝鮮は中国にはコントロールできませんよということを世界にちゃんと知らしめたいと、そういうことをするためには党大会で一発ぶちかますと、ことごとく今までもそうでしたね。で例えば今年だと一帯一路っていう、はい、あの国際会議が5月に広がれたと思うんですけども、その時に合わせてミサイル実験やりましたし、あとブリックス、あの首脳会議というのが9月の頭にやったと思うんですけど、はい、その時に水爆実験やりましたし、こういうのっていうのは事前に、いや、あの中国側がね、いや北朝鮮ちょうどこの時期ね、中国は国際会議でね、まあ、非常にメンツの、あの立たせる時なんで、おとなしくしといてくださいよということをいろんなサインで出してるはず、水面下でも伝えてるはずなのに、あえてそれをあのひっくり返してきたっていうのがあるんですね。なのでこういう、こう半島情勢っていうのが党大会には非常に大きな、変数になると。でひょっとすると党大会ので最悪の場合重大決定が下されると、その軍事専門家家臣、あのバシリー家臣は言うわけですよね、はい、でもちろんじゃあそれどっからの情報、何が根拠ということは明らかにされてないんですけども、まあ、そこそこロシアの軍事専門家ってね、結構その北朝鮮情報詳しいんですよね、内部に通じてたりとか、うん、さっきモロゾフさんもまあ、あのちゃん北朝鮮行ってましたけどね、はい、アントン・モロゾフが書いた内容によると、もう非常に北朝鮮っていうのは好戦的なムードで、近い将来長距離ミサイル実験を再び行うだろう、つまり西海岸に届くっていうことを証明するためのミサイル実験を行うんじゃないかみたいなことを言っていて、まだあると、もう一段階あると、はい、それが10月の10日なのか18日なのか、あるいは22日なのかわからないですけども、10月近い将来ですから、10月とか11月とか年内にあるかもしれない、でそうなった時にじゃあどうしましょうかと、ひょっとすると党大会で今までの北朝鮮に対する姿勢を変えるという重大決定を行うかもしれない、はい、で党大会ってもともと共産党の大会ですから、内政なんですよ、基本的には。人事だとか党規約の改正だとか、今後5年間の政策の方向性っていうことについて、話し合われる。で基本は党内の権力闘争なんですけども、はい、ここに来てやっぱりひょっとすると北朝鮮対応っていうものに関しても実は非常に党内で割れてます、っていうのはやっぱり北朝鮮とはずっと仲良く盟友であるべきというふうに考える人たちも当然いますし、はい、いやもういい加減北朝鮮とは切らなきゃ、放棄しなきゃと。だから党大会でどういう文言かは分かりませんけども、北朝鮮放棄論というもの、あるいは北朝鮮に対を放棄するというような重大決定が下されるかもしれないよというロシアの軍事専門家の意見というのはまんざらありえない話でもないなと、分かんないけれども、そういう意見が今猛烈に出てきて、でそういうものをみんなが転載しているということはちょっと頭に入れとこうかなと、でもう一つはやっぱりこういう流れでその興味深いのが、北京大学の国際関係学の院長の家計国っていう人が言ってて、これ、はい、多分あの朝日新聞が、単独インタビューも撮ってましたし、ちょっとこの人の発言っていうのは注目を浴びてるんですね、でどういうことを言ってるかっていうと、要するに中国はポスト金正恩政権の対応っていうのをちゃんとアメリカとか韓国と協議しなきゃいけないということをこの人は提言してるわけです、うん、でそこまで、でオーストラリアの、ね、東アジアフォーラムとかそういうところで公式の場で発言してて、でしかもあの、まあ、朝日新聞だとか外国のメディアもバンバン受けてて、そういう話を非常に最近あの発信するようになってきた、はい、でこういうのって習近平政権の意向にね染まないことを勝手にバンバン発信できないんですよ、今の学者さんたちっていうのは、だから言ってるっていうのはある種のやっぱり習近平政権にとっての、まあ、あの観測気球だったりシグナルだったりする可能性はあるんですね。でどういうことを言ってるかっていうと、はい、まあ、予約すると北朝鮮情勢ね、最近あのアメリカが北朝鮮に対する先制攻撃が可能性が高まってるとまでは言わないけれども、なんか起こる可能性っていうのは高まってますよと、でそうなった時に
北朝鮮が暴発する可能性も増大でも何でもないから、はい、そのたとえそれを接種したとしてもあんまり技術的にメリットはないから、うん、まあそういう汚れ役っていうのかな、危険で汚れ役っていうのをじゃあ解放軍がやりますよっていうことに対して中国は反対しないんじゃないかっていうことを言ってるんですよね。これがどこまで、アメリカとのそのやり取りでその詰まってるかどうかわからないんですけど、この加計国さんってね結構アメリカで人気のある学国際学、うん、学者さんで、ひょっとするとそういう専門家と接触してそういう話っていうのがある程度、ついてるかもしれない。で、でもう一つは難民の問題、はい、これどうしましょうかっていうと、中国はこういう提案をするんじゃないかなと、これは学者の意見としてじゃないかなっていうことを言ってるんだけれども、この人北京大学の有名な学者で国軍だけ前バンバン言ってるから、ひょっとすると政府内でそういうプランがあるかもしれないんですけれども、北朝鮮中朝国境の、はい、まあ、ある一定の場所に、安全区っていうのを設置して難民は全部そこで臨時に保護すると、でそこでそういうそれをすることで、まあ、難民流入を防ぐシステムをしますよと。でもう一つはそのどういうふうに、やっぱり勃発した時に誰が北朝鮮の国内秩序を回復するのか、つまり戦争になるとか、はい、あるいは政権が交代がね斬首作戦かもしれないし、とにかく北朝鮮 の, その政治がぐちゃぐちゃになった時に誰が、国内秩序を回復するのか、で韓国軍なんですか、国連軍なんですか、アメリカを中心とした米軍を中心とした国連の平和維持部隊なんですか、とあるいはその他なんですかと。で中国は米軍による北朝鮮管理というのは絶対反対、はい、反対、これは要するに38度線米軍に38度線を超えてもらっちゃ困るというのは、これはまあ動かせない、ね、したくないですよね。じゃあ誰がするんですかって言ったら、中国じゃない、中国国連だし常任理事国だし、中国が国連常任理事国の、まあ、じゃあ国連の平和、維持部隊の、まあ、中心となって、ひょっとするとまあそこに韓国軍が加わったりとかいろいろあるのかもしれない、日本軍が加わるってことは日本に軍隊ないからできないんだけれども、はい、まあ、ちょっとこう合成チームみたいなのを、まあまあ、日本軍が加わることができないとは言えないかな、で、まあ、平和維持活動なので、はい、っていうのを、まあ、中国主導で、まあ、やると、でそれで国際社会の支援を得て半島に新しい政府を作って、で国連が半島で全民投票を行って朝鮮半島の統一を進める準備っていうのをやっちゃどうですかっていう話をしてるわけですよ。それはつまり中国の自治区に北朝鮮が、まあ、だから中国主導で半島の統一国家ができるという非常に中国に美味しいシナリオを言ってるわけですけども、はい、でそうするとアメリカは中国にね北朝鮮問題を解決してくれたと、それで半島に統一国家できました、もうサッドミサイルいらないじゃないですか、在韓米軍もいらないじゃないですか、お帰りいただきましょうとしてるわけですよ。それはつまり中国の自治区に北朝鮮が、まあ、だから中国主導で半島の統一国家ができるという非常に中国に美味しいシナリオを言ってるわけですけども、はい、でそうするとアメリカは中国にね北朝鮮問題を解決してくれたと、それで半島に統一国家できました、もうサッドミサイルいらないじゃないですか、在韓米軍もいらないじゃないですか、お帰りいただきましょうっていう話に持っていけたら、半島の半島丸ごと中国って感じになって、それはすごくいいチャンスなんですよ ね, そうですね。でこんなことをこんな都合のいいことをアメリカが飲むわけないって、普通は思うんだけども、ね、トランプって今まで何をやってきたかって言ったら、中国に何とかしてくれって頼み続けて、はい、頼み続けて何もしないって言って怒って責めて、じゃあ中国にこういう対案を出してきたらそれを否定できるのかということなんですよね。で、まあ、中国としてはその加計国さんというのはそのアジアのその東アジアフォーラムでですね、中国としては北朝鮮の危機っていうのは全然望んでないと、だけども何が起こるか分かんないでしょと、でそういう、こう予測不可能な状態で最悪の状況が起これば北京としてもこの選択方法を取る以外ないんだっていうことを言ってるわけです。でこういうその最悪の場合が起きた時の中国の選択肢っていうのは、かなり多分今中国の党内でもちろん反対意見もすごくあると思うんですけども、割れてるけれども結構広まってるかもしれない。でそういうことについてもし話し合われたとしたら、次の党大会で一応大きな変化っていうのは、最高指導部の中に
いわゆるその北朝鮮利権と呼ばれる、ね、その北朝鮮と仲のいい人たちっていうのは全部引退しちゃうんですよ。具体的には超特攻とか、リュウンザンとか、超高麗とかそういう人たちで、実際に北朝鮮に行ったりとかのキム・ジョンウン政権とパイプを持ってたりとか、まあ、ある意味そのレアアースとかいろんなことで美味しい思いをしている人たちなんですけども、そういう人たち反対勢力がこういう北朝鮮とその対立すること、北朝鮮を放棄することに対して、反対する勢力っていうのが少なくとも最高指導部から一気 に抜けてしまうということが、まあ一つ大きいんですよね。で、もうこれ家計国さんも言ってるんですけど、中国にとって最大の脅威っていうのはサドミサイルですよね。これを撤退させるっていうことが大きいという考えると、まあ、なんていうのかな、北朝鮮を放棄するデメリットも当然あるんだけれども、でも北朝鮮を放棄することによるメリットの方が大きいんじゃないですかっていうことをこう言ってるわけですね。で、これ同じ意見を言ってることは言ってる研究者というのは結構いてて、例えばパリ国際関係勃発した時に誰が北朝鮮の国内秩序を回復するのか、つまり戦争になるとか、はい、あるいは政権が交代が、ね、斬首作戦かもしれないし、とにかく北朝鮮 その政治がぐちゃぐちゃになった時に誰が、国内秩序を回復するのか、で韓国軍なんですか、国連軍なんですか、アメリカを中心とした米軍を中心とした国連の平和維持部隊なんですか、とあるいはその他なんですかと。で、中国は米軍による北朝鮮管理というのは絶対反対、はい、反対。これは要するに38度線米軍に38度線を超えてもらっちゃ困るというのは、これはまあ動かせない、ね、したくないですよね。じゃあ誰がするんですかって言ったら、中国じゃない、中国国連だし常任理事国だし、中国が国連常任理事国の、まあ、じゃあ国連の平和、維持部隊の、まあ、中心となって、ひょっとすると、まあ、そこに韓国軍が加わったりとかいろいろあるのかもしれない。日本軍が加わるってことは日本に軍隊ないからできないんだけれども、はい、まあ、ちょっとこう合成チームみたいなのを、まあ、日本軍が加わることができないとは言えないかな、で、まあ、平和維持活動なので、はい、っていうのを、まあ、中国主導で、まあ、やると。でそれで国際社会の支援を得て、半島に新しい政府を作って、で国連が半島で全民投票を行って、朝鮮半島の統一を進める準備っていうのをやっちゃどうですかっていう話をしてるわけですよ。それはつまり中国の自治区に北朝鮮が、まあ、だから中国主導で半島の統一国家ができるという非常に中国に美味しいシナリオを言ってるわけですけども、はい。でそうするとアメリカは中国にね、北朝鮮問題を解決してくれたと、それで半島に統一国家できました、もうサッドミサイルいらないじゃないですか、在韓米軍もいらないじゃないですか、お帰りいただきましょうっていう話に持っていけたら、半島の半島丸ごと中国って感じになって、それはすごくいいチャンスなんですよ ね、 そうですね。でこんなことを、こんな都合のいいことをアメリカが飲むわけないって、普通は思うんだけども、ね、トランプって今まで何をやってきたかって言ったら、中国に何とかしてくれって頼み続けて、頼み続けて何もしないって言って怒って責めて、じゃあ中国にこういう対案を出してきたらそれを否定できるのかということなんですよね。で、まあ、中国としてはその家計国さんというのはそのアジアの、その東アジアフォーラムでですね、中国としては北朝鮮の危機っていうのは全然望んでないと、だけども何が起こるか分かんないでしょと、でそういう、こう予測不可能な状態で最悪の状況が起これば北京としてもこの選択方法を取る以外ないんだっていうことを言ってるわけです。でこういうその最悪の場合が起きた時の中国の選択肢っていうのは、かなり多分今中国の党内で